こんばんは。あゆみさん、やっほー。いきなり今日もいきなり配信。ティームマンさん、ありがとう。タコちゃん、ありがとう。クーマさん、ありがとう。 I love you コマちゃん、ピシュ、ありがとうございます。涼しげ。今日も暑いですね。いきなりいいよ。ハートハート。なんで、みゆちゃん、ありがとう。なんか最近本当に暑いよね。暑み。お話し会ありがとうございました。楽しかった。ありがとう、お話し会。こちらこそありがとうございました。今日はそう、お話し会でした。ありがとうございます。暑いね。シュートタコ、ありがとう。湿度が高いのきつい。キーちゃん、キーちゃんね、そこにいるの。すぐそこにいます。ビューンビューン。こんばんぽみです。こんばんぽみ、お疲れ様です。お疲れ様、みんなお疲れ。鎖骨で滑りたい。バテてない？もうバテてますよ。バテバテ。あららください。春タンとか。ハルトン。神さん、ありがとう。タコちゃん、ありがとう。今日も見られて嬉しい。本当に今日もまったり配信なのでね。ゆずきさん、ありがとう。かわいい。ありがとう。みーちゃん、ありがとう。星さん、ありがとうございます。じゅんぺいさん、たこ、ありがとう。髪型変わった。髪ね、なんか熱くてね、結んびました。すっきり。ほんとに暑いのね、やだね。なんかやっぱだんだんなんか去年よりなんか暑くなってきてるのかな。ルイリー、ありがとう。結婚して、ありがとう。結婚して今日もお話しか、ありがとうね。
あーロングだと首厚い。そうだね。ボブとかショートの人は暑くないのかな。まあみんな暑いよね。尊い尊い、みーちゃんありがとう。地球温暖化の影響、ポニテ助かります。めっちゃ低めポニテ。お話が激おもとくなってごめんね。全然愛がすごい伝わった。ほいほい、また結婚してありがとう。最近ボブ伸びかけなんだけど、あいみょんどのぐらい長さの女の子好き、好み合わせた。でもボブもなんかロングもどっちも好きで、どっちも本当に好き。でもやっぱロングの方が女の子はヘアアレンジとかたくさんできるよねとは思うけど、ボブ似合う子も本当すごいなと思ってて、まあみんなないものねだりだよね。ソラビュー毎日聞いてる、ありがとう。私も福岡から上京してきたので MV 心に刺さりました。すごい今日もねお話し会で、そうなんかセンターおめでとうっていうお話と MV 良かったっていうお話をねたくさんしていただきハッピーになりました。今日の髪型かわいい、やった。ただこう一つに結んでるだけなんですけど、明日サイン会、そう明日のサイン会、ロングのイメージしかない。そりゃそうだ、センターおめでとうだよ。本当にありがとう。水木さんありがとう。くまちゃん、明日の再会本名です。ごめんね、なんか本名かもっていう人いた、お話し会で。どうなの、明日本名ですか。めっちゃ先の話ですけど、対面で初対面になっちゃいますわ。初対面、対面でいいね、はじめましてよ。お顔で、お顔合わせでできるっていいね。オンラインでもあれなんだけど、対面っていいよね。わあ、ありがとう。サイタンありがとう。わあ、タワーありがとうございます。奥さんもありがとう。わあ、サイタン、サイタン奥さんなんか一緒のタイミングで投げてありがとう、さえたありがとう。今日もたくさんお話し会で喋れて幸せだった。さえたんラブ、ありがとう。奥さんも今日お話し会来てくれてありがとうね、ありがとう。今日もありがとうね、こちらこそ奥さんありがとう、さえたんもありがとう、奥さんも、まあ、本当にありがとうございます。たわね、すごい嬉しいです。ビッグラブ、ビッグラブ、ビッグラブ。ラブチ、ラブイ、ラブミ、こんばんは、こんばんは。1月からお話がいっぱい消そう。
最近あんまり行けなくてごめん。生きて、あー今忙しいの？最近、最近緊張せずに話せるようになってきました。よし。え、逆に今まで緊張してたの？全然緊張してなさそうなのに。最近お話し会参加できてないから近いうちに絶対会いに行きます。待ってるね。同じ感じの人はあんまりいないからサイン会とも楽しみなんだ。嬉しい、楽しみに。明日もサイン会です。なんかさ、明日とその一日明けても次の日もなんかサイン会あるよね。あ、結構サイン会してる。お話し会よりサイン会してるから。あゆみんファン増やしたよ。どうやって？緊張で汗やばいです。絶対嘘、絶対嘘だ。ど緊張だよ。本当？本当に最初はクールな感じだなと思ったよ。それが緊張してたのかな。9月もう10月もタイミング、明日はサイン会よろしくね。待ってるね。席ありがとう、星ちゃん。明日のサイン会もめっちゃ楽しみ。対面めっちゃ温かい。いっぱい話そう、いっぱい話そう。明日のサイン会ってショールームでやるやつかな。ショールーム、ショールーム。またじゃあこのルームでお会いしよう、お会いしよう、お会いしましょう。あんにゃん。明日ショールーム。明日の最近名前登録したか忘れたのに、ドキドキ。それみんな言ってる。なんかちゃんとニックネームで登録したっけみたいな人ね、お話し会で結構いて、明日ショールーム。やったね。文化祭から帰ってきてから間に合うといいの。え、文化祭楽しんで。本名は大福公開になっちゃう。確かに。本名大福公開スペシャルになるかも。割といつもなってるけどね。割といつも。明日サイン会マジでマジで楽しみ。嬉しい、みんなその楽しみって言ってくれてる。嬉しい。本名だとね、なんかね、わかんないんだよ、誰が誰か。わかんなくなる時が。本名ならノーリアクションになる。そう、誰かわかんないからさ。本名呼び捨てがいい、オッケー。でもね、なんかね、サインのね、そのなんかサインを基本なんかちゃんくんがついてなかったらさんっていうのを、まあ、つけないといけないので、さしてください。する、それはそう。サイン会楽しみ。多分ニックネーム登録したはず、したはず。明日夜バレーしに行くからサイン会見れないかもで悲しい。夜バレーに負けた。でもショールーム、まあなんかさ、いつだって振り返れるし、なんか YouTube とかに上がれば。アレッシーさんありがとう、キラキラお星様。
YouTube夜バレーも楽しい。夜バレーをするということ？外で？誰かがさん付けしてなかった気する嘘。たまにそれが通るのかもしれないまあ分かんなくなるよね。でもまあ3でみんななんか結構呼び捨てがいいみたいな。誕生日です。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。いくつになったんですか？いっぱい書いて、いっぱい書いてるからね。そうだね。みんななんで呼び捨てされたい人が多いんだろう。なんでだろう。あ、クッキーありがとう。ラスさん手紙ありがとう。呼び捨て希望の方多め。バレーはしてない競技。ビーチだよね。さかなクンで登録したらさかなクンのままなんじゃない？クンがついてるから。あゆみさんとあゆみんならどっちが？え、でもなんかあゆみんって呼ばれるのめっちゃ嬉しい。なんか結構メンバーがなんかあゆみんって呼んでくれるんだけど、めちゃめちゃキュンとするというか嬉しいよね。かのんちゃんありがとう。キラ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 。王様ありがとう。さかなクンさんならないの？ならないんじゃない？呼び捨てとちょっと近い感じがするからか。なるほど。あいみん、あゆみ様、あゆみちゃん、あいみん、あいみん、あいみんが3回参加する側だったらなんて登録する？あゆみん。はちみさんありがとう。虹ありがとうございます。あゆみん緊張しちゃうね。あゆみちゃん緊張しちゃうの？かわいい。あゆみん緊張する？あゆみん。あゆみのサイターでニックネームリサーズ。今更とても恥ずかしい。めっちゃそれいい。あゆみのサイター。自分で恥ずかしく、自分で書いて自分で恥ずかしくなっちゃってる。めっちゃそれいい。でもなんかそれにしてくれる人いるよね。あゆみの先に入れて自分のニックネームを。なるほど。何回見て言えない。なんでだろう、なんでだろう。おみさんハートありがとう。ちやさんタコありがとう。ゆうちゃんであゆみ呼びなの？ゆうかはあゆみんって言ってくれる。今度のサイン会見られないかもしれない。適当にコメントしておいてください。適当に、その適当にはしませんよ。マジで最近暑い、暑すぎる。今日話し会でもなんかもう暑くてきついって言ってる方がいて、わかるってなった。北海道に住んでる方とかさ、涼しいよね今は。蒸し暑いね。それな。明日は8時からで、そう、夜の8時から8時からですね。
そう、8時からだ。結構、まあ遅め。蒸し暑い、そう。なんかさ、蒸し暑いけど、なんか、なんか本当にもう真夏っていう時も結構蒸し暑いというか、なんかもわーんとしてるなーって思う。多分クーラーつけたまま仕事に出たので帰るのが怖いです。帰ったらまあ天国だろうけど、あらまあって感じだね。それはから、そう、バイトで見れませんか。あ、でも結構見れないって方多いよね。しゃあない。そう、イコノイジョイが去年が7月の初めあたりにして、で今年が9月のもう終わりぐらいにあるから、だいぶ暑いよねっていうお話を、わっ、たくさん、だるまありがとう。だるま祭り、だるま祭り、わしわしおい、おわたやありがとう。だるま、だるま、おわたやだるま、ありがとう。去年も普通に暑かった覚え、うん、暑かった。なんか雨降ったよね。お昼とかだっけ、なんか雨降った、雨降ったんだよね。えみちゃんを見つけて1年が経つのか。1年経つ。最近なんか何してるの。テスト前日だけど、え、この以上行くよ。え、テスト前日なのに。うわ、ありがとう。テスト大丈夫。テストで次の日テスト、すごいな。明日って20時から、そうそう20時からだと思う。明日やべ、明日本名かも。今年雨だけは降らないでほしい。本当雨もね、やだ。わあ、ゆあっちありがとう。パフェ、ゆあっちありがとう。アリがパフェ、パフェ、パフェタワーありがとう。ゆあっちありがとう。嬉しい、すごく。ゆあっちありがとう。パフェ、パフェ、フォローしました、ありがとう。テストいろんな意味で終わる。いやー、しんどいね、テスト期間。ごめんなさい、今度お話来ますね。お話待ってる。もう一個の順位が2022年が、そうだね、もう前、1年前って考えると早い。確かに本当に早い。いやー、でも去年はすごくなんか何もわからない状態だったから、なんかあーって感じでしてましたね。でも去年はなんか1日でね終わったけどさ、今年は2日あるからなんか新鮮というか、どんな感じなんだろう。かつや星ありがとう。お話し会終わった瞬間ワンウェイを飛行機がビュンと飛んでました。
大空ビュンと仕事行ってきます。あいみちゃん今日も大好き、ありがとう。さえさん今日はたくさんいっぱい話せて嬉しかった。お仕事ファイト、ファイティン。エミセンター改めておめでとう、ありがとう。たくさんのおめでとうをいただきました。読めない外国人っぽい2文字の名前が出てきた。それ多分自分です。分かった、じゃあこれはセッキーだと思うわね。プレミアムチケット当たったから楽しい。プレミアムチケットすごい、まあ、ありがとう。セッキーお星様、光る宝石みたいになりたいな、なれるかな。愛してるぜ、ありがとう。 Thank you。 見せた、おめでとう。遅いかも、あ遅いかもね、ごめんね。全然遅くないよ、嬉しい。岐阜の T シャツステージ5年ぶり、5年ぶり、そういうことになる。ティフもそうだ、イコの字終わってね、すぐ結構ティフあるよね、すごい。うわ夏だな、夏サマー。ようやくアイミのビブス切れ、ビブ切れる。おビブスって言ったらもう星になるからビブに略してる。嬉しい。そうビブスをね着て、あのお話し会参加してくれたり、そういう現場に来てイベントに来てくれたりして、もうね嬉しい。あのビブスめっちゃ目立つし、ラブミージョイ2日間行くね、変えちゃってる名前を。今月来月みちゃんにあること考えたら、模擬も模擬試験もテストも頑張れる気がしてしてる。夏楽しみ。君はこの夏恋をする、今日ビブスキンの忘れた。今日めっちゃ浴衣可愛かったよ。ビブ着ます、ビブビブ。ビブって略すのらしい、みんなビブって言ってる。ビブ、
そう、ビブスってずっと欲しいになる。ビブ、なんかビブって可愛い。ビブ、ビブちゃん。髪型はめてくれて嬉しかったよ。髪型めっちゃ可愛かった。やっぱさ、髪ってさ、やっぱこうたまにこう変えた方がさいいよね。なんか難しいよね。でもヘアアレンジ難しいなと思う。ありがとう。高井戸とか虹ありがとう。今日は小学生から見た憧れの綺麗な中学生のお姉さんって感じだね。どんな感じ。どんな感じ。髪型変えられないんだけど。そうね、髪型、まあアレンジ、ヘアアレンジ、なんか髪型ね、ポニーテールとかツインテールとかハーフアップとか、三つ編みとか編み込みとか、近所のお姉さんがある。勉強マジで頑張れって言って、勉強マジで頑張れ。高めツイン、横顔のファン、どっちの横顔。いつかハーフツみたいです。ハーフツやってみたい。お勉強教えてください。逆にこっちのセリフです。お勉強、ありがとう。マジで頑張る、マジで頑張れ。勉強もさ、やっぱりあれだよね、なんか学びたいっていう気持ちがないと勉強って続かないよね。やっぱさ、興味があることとかにはさ、すごい、まあできたりする。勉強、そういうこと。横顔美しいです。もうなんかずっと横向いてた方がいいのかもしれない。あいみょんつい見たことない気する。え、そう。なんかでも得意なこととかね、やっぱ苦手なことあるからね。どの教科好き。でも数学とか結構好きですね。数字好きですね。大学のクラスの子にニヤジェめちゃめちゃ広めてるんだ。どんな反応されるの、そういう時って。記号は、記号ちょっと苦手。歌いながらダンスするのすごいと思う。確かに確かに。いや、もうアイドルもちょっとこう
体力勝負だよね。ニヤリーイコール数学は好きやった、国語は苦手だった。そう、国語苦手、もうやばい、文才やばい。教育関係の仕事してから授業しようか。いいね、授業授業してください、ルルイ先生。でも道徳とか好きだった、道徳、道徳倫理。ミンク、ミンク、ブログ面白いブログ、なんか顔文字をさもうめっちゃ使ってるからさ、あれで結構助かってると思う、心のノート。心理系いいね、顔文字、そう顔文字がね、もういっぱい使ってるからねいやでもね、なんかね、アンパンマンとかの顔文字を一回使おうとしたらなんかちょっとこれは某キャラクターだよねって言われてNG 出ましたなんかアンパンマンがめっちゃ真顔みたいな顔文字がしめじにあって、でもなんかね、ブログのね文章もね、なんか読んでたらあらっていうところがあって、結構消されてる文章もあるから、なんだっけ、見るもね本のことを書いてるブログで、なんだっけな、なんか見るもはみムルモをなんか務めさせていただきますみたいな、なんか私はなんかムルモの、あ、見るものでかい弟ですが、確か消されてたかなでかい、でもでかい弟ですって言ったらさ、結構みんなね笑ってくれるんだけど、消されてたでかいがダメだった面白いね、でかい弟、身長気にすぎ結構ね、なんか身長どうだろう、実際見てでかいと思う、みんな。しっかり弟だったよ、高い、よく言ってたね、高い高かった、そんなことないよ。アーシャンの横並びとか見ると身長大きく感じる、確かに。でも愛ちゃんとももかもめっちゃ高いよね、身長。気にしたことない、
んかねアリスとね並んだらね結構頭1個分ぐらい違うかもなんかムルモがでかくてバビーがまあこうねこう差がこうあるのも面白いね、なんかは170とかでもなんか欲しいね。175とかちょうどいいのかな。ムルモロスです。166とかいいよね。166今 161.5 とか、あと5センチぐらい伸びたらなんかいいかもしれない。まだ伸びてる、わからない。171171、ムルも一番好きです。そのままの君がいい。そのままの舞台の衣装ってやってほしいの。あーいいね確かに舞台の衣装めっちゃね可愛かったですよ。最初にミルモのポンのなんかこう衣装のなんかこうイメージのなんかイラストみたいなのを見た時にみんな可愛くてめちゃくちゃ妖精の感じで、そのイラストがめちゃめちゃ可愛くてね、こう一人一人その色も違ってすごいワクワクした思い出。それ公開してくれ。公開ねできたらいいけど難しいかな。舞台の衣装みんな可愛くてね、ちょっとねみんな可愛い。シャッフルしてみたりしたいね。いろんな服を着る。まあ紅茶レモンさんありがとう。パフェタワーありがとう。紅茶レモンさんありがとうね。嬉しい。パフェ。すごいパフェがたくさんあります。パフェ、パフェ祭りですか。ありがとう、嬉しい。パフェ祭りですね。すごいここにねめっちゃね集合しちゃってる。パフェ祭りありがとう紅茶レモンさん。ムルモのイメージカラーは水色で合ってる、合ってると思う。わあゆずきちさんありがとう。パフェタワーありがとうございます。ありがとう。わあムルモとパピーのツーショット写メないの。えツイッターに載せてるよ、その公演の時に。ツイッターフォローしてないな君。タワーさんありがとう。ゆずきさん流れに乗らないとダメな気がして、そんなことはないけどめっちゃありがとう。ありがとうございます。昨日もたくさんねタワーありがとうございます。太鼓叩いてください
目。センターおめでとうございます、ありがとうございます。ツイッターで見たものは明日になると忘れます、めっちゃそれ悲しい。まことさんタコありがとう。ありがとう、お話し会もありがとうね。太鼓めっちゃ叩いて動画笑った、嬉しい。なんかあれそういいねって言ってくれて、お話しありがとう、ありがとう、こちらこそ。ターミナルはタコさんありがとう。タコタコ久々に動くおしめを見ました、久々です。何にヒットしたんだろう。ありがとう、またありがとう。私今でもツイッターで見たサンタエミちゃんが忘れません。あ、サンタ、あのアリストのやつ、こうなってしまうこと、キーちゃんが泣いた。キーちゃん包丁してる、そう包丁してそこにいるの。ツーショットあった、普通ツイッターフォローしてたけどちゃんと見て。レノン君の時の叫んだがめっちゃ好き。いやめっちゃめちゃイケてたよね、あれやばかった、びっくりだった。レノンに会った時衝撃受けたもん。今日好きになりました。ティラさんタコありがとう、今日も可愛かったぞ、ありがとう。今日も男から見てもイケてる、なんかすごいさ、なんか綺麗だよね、なんか綺麗、すごくイケ散らかしてた。そうイケ散らかしてたんですよね。断層ね、断層すごかったね。アリスもねかっこよかったね。そうミックに会えてないんだよね。誰なの、誰なの、お姉さんは薬剤師ですか。はい、薬剤師いいね、薬剤師で働いてそうな顔してるから嬉しいわ。ダンスの曲もやったし、おいいね。いいねいいね、みっくんアリスレノンね。どんな曲、アリスの動画ってさ、ダンスの時載せたよね。でレノンの時に、レノンの時載せてないよね。なんかレノンの時にもう載せたかったけどね、載せれなかったんですよね。なんか。右手
の薬指に指輪ダメなのかな。イケゼリフ。あいみんバンドマンとかどうかな。バンドマンなれそうな感じ。全員スーツ姿で MV 撮ってほしいかも。いいね。風に吹かれてもじゃんと思った。俺んとこ来ないか。あいみんホスト系でやってほしい。本当需要あります。顔交換ソフトであいみんの男装にして、え、なんかしてみてよ。なんかアプリでできるくない？誰かしてみてよ。大空ビュートセンターおめでとうございます。ありがとう。思う存分散らかしてください。あいみかもみたい。PV 撮影で車の運転を披露してほしい。いいね。みんなを乗せてピュンと行くよ。あゆみちゃんセンターになったの。あの「大空ビュント」っていう曲のセンターをさせていただきました。法定速度だけ守ってビュンといっちゃって、もちろん守りますよ。わっ、ジロさんありがとう。パフェタワーありがとう。ありがとう。今日もお話し会でたくさんお話できて嬉しかった。ありがとう。あ、トッシーありがとう。タワーたくさんありがとう。トシもありがとうね。お話し会で今日もね、お話し会されて来てくれてね、いっぱいお話しさせていただけて楽しかったです。幸せでした。助手席怖いんご、なんか怖いよね、よく言われる。シロさん、トシありがとう。直接おめでとう言えてよかった。直接ありがとう言ってくれて。あゆみたん、こんばんは。こんばんは。車の免許あるもん。そう、一応持ってんだけどね。市原ちゃんからモーリスのアルコールジェルを購入したいんだよ。なんかお話し会どんな感じで映ってんだろう、みんなからしたら。なんかさ、ちょっとさ、なんか頭大きく見えてない？大丈夫か。なんかレンズがさ、途中で変わったんだよね、のゆみんさんの方。そう
だね、カメラ上の方にあるよね。なんか上の方というか、なんかそのレンズのなんかなんかさ、すごいさ、こんな風に映ってるように見えてないかなと思って。そんな感じ？本当？さすがにそれはないやろ。でもそんな感じって言ってる人いるよ。こんなさすがにそれはないやろって。つむじお話かい。上目遣いチャンスだ。お互いの目線はその難しい。確かにちょいくらいかも。本当？レアな感じの。そうやって言っていただけるとね、嬉しい。なんかここの筋肉めっちゃ張ってる気する。最近やばいな。あなた鳥と仲いい人よね。いきなり。あなた鳥と仲いい人よね。仲いい。まあそうだね、仲いいね。キーちゃんという鳥と鳥おねえ、あなた鳥と仲いい人よね。その鳥がそこにいるのが面白い。キーちゃんが撮りました。フォローしました、ありがとう。見えまして。面白い。仲良し、キーちゃんって言います。そう、キーすごい、すごくない？なんかさ、わかるんだろうね、自分のこと話されてるって。なんかすごい最近キーちゃんずっと泣くんだよね。すごいすごいすごい。鳥って言われて怒ってる。怒ってるかも。キーちゃん賢いからね。賢い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 、賢い、賢い、キーちゃん。キーちゃんビュンと。キーちゃんビュンと。覚えられ方、笑った笑った。面白いコメントだったよ。自分のこと人間だと思ってる、キーちゃん。キーちゃん自分の話題だとさ。おお、すごい。キーちゃんだね。ファンサイ食い、ファンサイ食いだって。キっぽい。キっぽこ。キーちゃん偉いし賢いね。かわいい、かわいいんこ。なんか来そうな気がする、予感がする。勝ち来い。かわいいんこ。キーちゃん寝てたのかな、起きたんだろうね。こっち見てるの、多分見てると思う。キーちゃん話しがいなの。うん、今ね包丁してるからね。おドラビュンと飛んだ日、今でも覚えてる。晴れた空見つめ涙拭いた。
大空弁当飛んでも感謝もこの灰もずっと忘れない約束する、遠くで頑張る私見てて、チン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 。葵ちゃんの子もすごいよね、そう葵のさエネルギーになって未来を変えてゆく、すごい大切な人今日も笑っていて、見上げたお空つながっている、お空で飛んでいい今でも覚えてる、晴れた空見つめ涙拭いた、ね、すごくすごく素敵な楽曲を、コンサート行った気分になりました。嘘純吉さんめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、ありがとうアリーナですがここは遠くで頑張る私にてててててて、何歌おう、大空弁当飛んだ日今でも覚えてる、スースー好きチュチュチュあとちょっとララララビュー頑張ったら、スースー好きチュチュチュ、インコ飼ってんの、インコ飼ってる、タタ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 、最近めっちゃイコラブさんの知らんけど聞いてる、かっけーんですよね、遠くて頑張る私見てて、タタタタタン、リップネル変えた、いやリップね、これねなんか何も塗ってないのにさめっちゃ濃いんだよね色めちゃめちゃ濃くない、MV の最後の楽しかったですまでが歌詞なのうん違うよ、塗ってないの、そうなんかねすごいねすごくすごくね、あの血色いい時めっちゃね唇がね赤くなるんだよね、なんだろう、日焼け、お疲れ様です、お疲れ様です、
ライブでは楽しかったです。ないってこと。どんな感じ、あれをしたら。明日の再会は夏フェス帰りの電車で見てる。お、そうショールームだからね、みんな見れるから。あけみさんありがとう、たこちゃんありがとう。ファン、今日の撮影どうでしたかって聞くから、え、楽しかったですっていうの、ライブ中に受ける。そうだね、明日はサイン会だ、楽しみ。ではでは、そろそろこの辺でショールームをランキング見ますね。13位、ルイルイパチ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 。12位、おわたやパチ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 。11位、カミュパチ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 。10位、みゆちゃん。9位、TM マンパチ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 。8位、あゆみの奇跡セッキーパチ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 。7位、さえたんパチ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 。6位、あら変わった、もう一回言いますよ。13位、カイトパチ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 。12位、ルイルイパチ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 。11位、おわたやパチ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 。10位、カミュパチ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 。9位、 TM マンパチ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 。8位、ハチビーパチ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 。7位、あゆみの奇跡セッキーパチ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 。6位、紅茶レモンパチ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 。5位、ゆあちパチ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 。4位、トッシーアットマークエビミン。3位、奥さんパチ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 。2位、チロパチ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 。1位はブルルルちゃん、ギズキチさんです。パチ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 、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はオンライン個別お話し会からの、今日はこうやってショールームでねお話できて楽しかった。ありがとうみんな。明日は20時からサイン会なので、ぜひ見れるって方はぜひぜひ見てください。君みきからのお話し会お疲れ様、ありがとう、お疲れ様みんな、ありがとうございました。お話し会、そっか、もう早いね、早い、あっという間だ。またね、できるときショールームするので、そのときはね、来れるときでいいので遊びに来てね。ではありがとうございました。今日は本当に楽しかった、よろしく頼む。 OK、 じゃあおやぽみー、バイオバイオ、ありがとう。あ、最後にツイッターとショールームのフォローよろしくお願いします。バイオ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 、みんなたくさんありがとう、ラブチ。
ました。